はい今回はコラボの開示決定に反対した二頭夢の絵のネット上の多くの意見ということでこちらについてですね解釈をお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います少し前にですねこちらの,あの内容について触れたんですがその後、ですね、まあ、多くの方々がまあ注目しているでネット上ででさまざまな声が出ているということなんですね、まあ、あの最初にな、えーまあ、なんていうのかな まあ大きなあ,あのー、構造をお伝えするとまあそのにと夢のおとコラボに対してですね東京都がまあその税金あるいは公金を、えー、まあ,あなんていうのかな まあ渡したんですけどそのお金の使い方がわからないとでそののお金の使いい方がわからないし、まあ、どういう風になってるのかっていうことを、えー、まあそのひまぞらあかねさんがずっと追求してることが注目されてるんですが、えー、その、まあ、要するに詳細を隠したんですよねあの黒塗りにして。で、えー、それを要するにその黒塗りに隠したのが「二ト有名の」っていうこのコラボの代表であることが分かったんですよ。 かなりおかしい話じゃないかって、違和感があるじゃないかって、そういったところで、えー、こう、なんていうのかな、ネット上で大きくこの話があ今ね、注目されているんで、まあ、前もお伝えしたんですが、ちょっとその後、またいろいろ調べて、えー、まあ思うことっていうことで、ちょっと順番にお伝えしていきます今回もよろししくお願いいたします。 まあ、あのさっきね、えー、お伝えしたんですが、まあ、もう一回ちょっと確認すると東京都とコラボの資金の流れに関してひまぞらあかねさんが不正があるんじゃないかって、まあ、不正の疑いがあるんじゃないかってさまざまなところで追及していたんですがその不正があるかどうかっていうのは分かるためにその情報開示決定っていうね、えーまあ、その情報を、まあ、出,出してくれっていうことを言ったんですけどその情報開示決定になんとねそのコラボの、まあ、代表である仁藤夢野が反対していたっていうことが分かるんですよ。 こ,この時点で僕もそうですし、まあ、あのネット上で多くの人もこれ違和感しかないなっていうふうに思ってるんですよ。でこういう流れからあーまずひまずらかねさんの、ね、投稿文章をお伝えします。でそれに関して、まあ、ちょっとまあ、多くの人の思うことっていうこともあるんですよね。えひまぞらかねさんこのようなことを投稿されているんですよゆり子。開示決定に反対した意見書をそ あのその社会的地位が損なわれるからあ非公開にしたっていうのは嘘だよなそんなやつの言うことを聞いたのかユリ子っていう、まあ、そういうことを言ってるんですがだから要するに小池ユリ子が、ねえー、その情報開示を,をまあねひまづらあかねさんがしようとしたそれに反対されたとでこの社会的地位が損なわれるから非開示にしたとかっていうんですがこれ,これがまあ本当なんですよねでこの、まあ、ゆり子って言って、まああのまあ、緑のたぬきに、まあ、語りかけるようなことを 投稿、ねえー、されているんですけどで、えー、なんていうのかなこの 法人の何法人の社会的地位が損なわれるとかって言ってますけど、全く意味がわからないんですよね。何が法人の社会的地位が損なわれるのか。だって東京都の税金とか公金とか国のお金が、要するにそのコラボに、えーねえー、まあ出ていて、そのお金の,あの使い道を明か,ああの明かしなさいって普通じゃないですか。それをなんかこの社会的な地位が損なわれる恐れって何にそれ金使ってんですかって多くの人が思ってるんですよ。ここですよまず1番はプラス あのそのく黒塗りにしてね何もわからないようなことだからまあその本当のことはね、えー、隠してますから黒塗りになってわかんないんですけどまあ資金の流れが全くわからないと、うん、でこの ひまぞらあかねさんが情報開示を、まあ、要求したんですがそれを拒否していたのがコラボの代表2等夢のっていうことが分かったんですねでこれどうなってるのかっていうと前もお伝えしましたが2等夢のと小池栗子は裏でつながってるんですよあるいは分かりませんけどそれに関する別の第三者みたいなのがいてですね、まあ、これをまあ,あこう明かすなよっていうことだからあの結論から言うともちろん2等夢のっていうのはおかしいと思いますよ。あの違和感が非常にあるしコラボもおかしい とと思いますすがそれと同時にですね東京都ですよ東京都はこの式の流れをあのーね、何が何でも明かさないっていうことなんですよ。だって2等夢のがもし情報開示を拒否したところで東京都が明かせば明るみになるわけじゃないですかだから、えー、東京都、えー、緑のたぬき2等夢のコラボが全てが来るで裏に他のも,ものもってまあそういった指示が出ていると。でこれに多分僕もそうですしまあネット上の多くの方々気が付いたんですよ。もう おかしいいっっってててうね、うん、違和感があるる思んですよだからあのもう本当に、まあ、僕たちが願うことっていえばねこのひまぞらあかねさんに頑張ってもらって、えー、何かしらこういったあことが一つでも明るみになることを本当に願うっていうことで今このねネット上で、えー、このコラボの開示決定に反対した2等、まあ、夢のっていうことで、えー、とても注目されてるんで少し前にはお伝えしたんですがちょっとまあ難しいこともありまして、えー、お伝えできなかったこともあったので、えー、今回またあちょっと違って 形でお伝えしてみましたまあ、リスナー様も同じことを似たようなことを思ってらっしゃると思いますので何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いた